チュアーストップガンチャンネルのみっちゃんです。今回は、大クワガタが羽化したので掘り出したいと思います。お願いします。はい、この大クワガタは いつも定番で掘り出している山梨の TG ケットってやつが羽化しています。あれ、山梨 TG ケットはどういうケットなの？これはね、まあ、先輩がもともと始めてたものだけど、うん、まあ、うちにもうちで取ったやつとかもいたんだけど、うん、それ先輩がやってたのがすごい型が良かったので、うん、それだけを継続するようにしました。それは何年前？もう26年ぐらい経ってると思う。26年なんか前23年つくなったじゃあ自分のとこは店が24年だから、うん、その当時からいるけどその前からブリードしてるから。あ、そういうことね、うん、だから26年なのか、うん、へえ。23年間うちの店で扱われてる、うんうん、で今も24年目に入ったって。なるほどね、うん、26年間インラインの大クワガタってことね。で24年間扱われてると。なんか兄弟同士でかけるのはあんま良くないとかさ、よく言われてるけど、どうなの？奇形が生まれるとか。まあ全く生まれないと思うよ。関係ない。中にはやっぱ産まないメスもいるさ、うん、それは天然だろうがさ、うん、類大が浅かろうが一緒だと思うさ、うん、産むメス産まないメスってのはいたり、うん、10個ぐらいでもう生きたいじゃんメスもいたりはすると思うさ、うん、それは動物だって一緒じゃん。でも人間だった動物とかだとさ、うん、インライン良くないらしい。そうだね。血をやっぱ薄めなきゃダメだって言われてるけどね、人間は。うん、虫は関係ないの？虫はね、どこに異常があるか分かんないもんね。まあ形状、精神的な異常は虫じゃ分かんないもんね。分かんない、うん。じゃあ虫に関してはその兄弟同士で何世代続けても別に問題ないこと？何世代続けてもいいけど、うん、注意しなきゃなんないのはやっぱハズレのメスに当たっちゃう場合があるから、 1ラインだけをずっと残しながら行くのは難しい。ああ、そういうことね。何ラインか用意しとけば、そう、まあ、どれか潰れても、そうそう、ずっと行く。だから最低でも3つぐらい、うん、もしくはこうその年1セット組んで20とか25とか取れるんならそれだけでもいいけど、うん、次の年も一応予備のメスを3匹も4匹も用意したり、オスも3匹ぐらい用意しといて続けていくのはできる。なるほどね、うん、まあでもそれはそっか、 それはあれだもん、類大浅いとか関係ないもんね、うん、類大浅いとかで。よく初めてやった人にありがちなのは、たくさん取れたからって言って一つだけを残して次回も同じように行くつもりでワンペアだけ残しちゃう人がいるさ、うん、そうすると類大できない。やっぱへえ。やっぱ障害のあるメスに当たったり障害のあるオスに当たったりするから、うん、そうするともう交配しても子供が取れないから、うん、それを類大障害だって言ったらそうではないね。なるほどね、わかりました。はい、じゃあ一応これを掘り出したいと思います。どうしよう、これ、ね、鳥の大きさ違うけどなんで？これはね、ここの日付見ると分かるというように、うん、これどっちも1本しかもともと使ってなくて、うん、5月20日に入れて、こっちは12月にもう成虫になればいいのでカブトのマットみたいなのを詰めたさ。あ、菌糸を食べした後に、うん、羽化する時だけはもう栄養関係ないから、うん、マットに入れたことね。ちょっとこれは若そうに見えたから、まああんまり新しい菌糸じゃないけど、うん、菌糸の中突っ込んでみたさ。なるほどね。それで言ったけど、やっぱり同じような時期にさなぎになっちゃったので、うん、あんまりこっちも成長しなかったかもしれない。なるほどね、うん、終わりました。74ぐらいかな。どうだろうね。あ、顎がね、マットに入れて長くちょっと時間かかってるじゃん。顎短くなっちゃってなきゃいいなと思って。あ、体重減っててってこと？うん。それで減る部分がだいたい首の裏側の贅肉が落ちちゃうみたいな感じになって、うん、へえ。そこが痩せると意外とね、顎短く出るから。そうなんだ。じゃあ開けてみます。はい。お、ちょっと乗っかっちゃった。よっ。あら、おお。でも顎短いかもしんない。短いかもしんないね。予想通りの短さかも。あ、うん、短いかな、ちょっと。虫の感じは同じだけどね。あ、でも結構綺麗だね。うん、まあでも顎短いわやっぱね。うん、これマットに入れて、うん、2ヶ月以内にサナギになってくれりゃいいけど、うん、これって12月13日に入れてサナギになったのが4月3日だから、いや、その間に痩せちゃったんだ、うん、マットで。そうだね。なるほどね。
こう見ても全然短いもんな、うん、そうそう、普段見る TGK とと違うしょ、ちょっと、うん、まあ一応サイズは測ってみます。かっこ悪いけど遺伝が一緒でさ、飼育の仕方でこうなっちゃうからね、これはね、言ってたもんね、この間も、うん、使う禁止によっても形変わるって言ったもんね、形変わる。 72.6 かな。うん、TJ ケットってさ、うん、みんな形が綺麗って言って買ってくれるけどさ、うんうん、一番なんだろう、セールスポイントは実はそこじゃないよね。うん、26年間インラインだから、うん、その26年前って包丁とかが流行る前じゃん、うん、今取ってきたものって包丁かどうか分かんないじゃん。 そうだね、そこの判別は普通の人どう考えてもできないから、誰もできないもんね、うん、だからその26年、まあだからこれ26年前に遡って虫を捕まえたら変わんないもんね、うん、そうだね、っていう絶対に包丁じゃないっていう安心感が一番のセールスポイントだからね、うん、そうだね、まあ多くは方全盛期になる前ぐらいだからね。そうだね、うん、まあ、今だと大クワガタはね、取る人はもう30年以上前からいたからあれだけど、うん、まあ取ったクワガタをまだ売ってたって感じだった。うん、その頃禁止ボトルもないしね。そう、それで類代してもちょうどだからその店始めてる 2,3 年前ぐらい禁止が始まってきて、うん、だけどなかなかいい禁止なくて、うん、70ミリ出すのが精一杯な感じだったから、うん、それでも自然で取れるのってそこまでの大きさたくさんいないから、うん、まあ良くはなってきたんだけどね、うん、それでもそんな時代を過ごしてきて、うん、その時代から始めてるから、純血の奥をやりたいっていう人がよく、だから、ね、そうだね、買ってくよね、買ってくれる、うん、これはね、洋室がここにあって、うん、こうなってるんだけど、ここ皮が詰まってるから、うん、サナギの多分もう羽化はしてると思うさ、うん、それで羽化してると思って、まあ、5月25日ってまだ10日も経たないけど、本当だ、うん、一応掘ってみます。大丈夫かな。大丈夫だと思う。じゃあ僕が確認したのがその日で、うん、もうちょっと前に羽化してんじゃないかなと思うさ。なるほどね。これって温室あったやつだよね。そう、これはスカスカすぎてうまく掘れないな。スカスカの方が掘りづらいんだ。うん、ついてきちゃうんだよ。ああ、そういうこと、抜けてきちゃうんだ。うん、もう掘ってる時間取り出せそうな感じになっちゃってるからさ、全体が。うん、ちょっと穴が見えてきた。まあ虫は見えてないかな。お、見えてきた見えてきた。金賞で羽化させてるから顎出てるかな、うまく。体は黒くなってるわ、出せそう。お、本当だ、さっきより顎長いかも。うん、あ、出てきちゃうかな。なんか顔だけ突き出してきた。あ、全然こっちの方が顎長いかも。うん、だいぶ見えてきた。しかもサナギの皮かぶってるね。え、なんかクワガタで羽化した時にさ、うん、あの角に、角とかに皮ついてるの珍しいね。うん、うん、でもたまに質問あるよ、これは羽化不全ですかとか言って。大丈夫大丈夫、羽化はね、取れなかったってするとことあるよ。では、はい、ちょっと出して測ってみます。皮つけといてやった方がいい。いや、両方ついてんじゃん。うん、そう。あ、でも顎短いかも、残ってんの。そうだね。76.6。 おお。いや、でもなんか形全然違うわ、この間のやつと。うん、あのパターンが一番いいだよね。入れ替えてすぐ洋室作っちゃうとかさ。いや、全然痩せないでそのまま食ったことだもんね、うん、まあ山梨はこれくらいだからね、うん、まあサイズは悪くはないとは思うけど、うん、もうちょっと形よく出したいね。そうだね、形ちょっとダメだったね今回、うん、河川敷やぶこぎ30分かけても全然前に進まないです。マジでそれなんですよ。そう、ボーボーじゃん。いや、本当に難しい河川敷のやぶこぎは。一応こういう風にこっち側を下げて、はい、斜めに掘ります。はい、で洋室に対してこう、ここがこっち側が洋室だから、うん、この背中側を全部下げて、うん、そしてここ押して、ここに突っ込んで、あ、やばい、失敗、パカッて開けます。はい、まあでもまた顎丸まってるな、変に丸まってる。また登録者100人増えたね、マジで。うん、これは調子よくでね、どうか。調子いい、調子だけに調子よく。いや、わかんないな。
ほんとだ、さっきの動画の掘り出しと全然違う。こっちの方が良かったじゃんって。ね。なんていうか。わかんない。まあいいや。ですが、いると思いますか。岐阜ってどこだっけ。岐阜は、羽島の辺で取れるっていうから多く分かったが、うん、どこら辺なのか分かんない地域が。70.1 でした。75.1 でした。いいね。パッカンやっちゃったぜ。こんな感じです。あれ、さっきの悪くて、これだ、これ両方とも割合良くない？ちょっと分かんないな、まだ。外国産平田の歩き分かってるけど、なぜか硬い。やっぱ硬いわ。風通通り出た。風通通り出たね、ほんとに、うん。え、さっきのやつ全然形違うやん。なんで？動画にした方クソだったもんな。クソだった言うな。はい、そんな感じで、浮かしてきたら、続々と動画にしたいと思います。いや、しないでしょ、しないのか。しないの。この間もだって動画に全部しなかったじゃん。うん、全部はしないね、やっぱね。数匹だけだよね、いつもしてるの。うん、そうだね、うん。抜粋して、ちょっと違うタイプがいたらやってみてる。いや、違う、あ、違う飼育方法とか。そうだね、こういうとこの入れ替えがちょっと違ったり。うん。で、この間はちょっとまとめてね、ライブでも掘っちゃったんだけど、うん、10匹ぐらいがこう、いい形でババッと繋がっちゃったから。うん。あのパターンで本当は浮かさせたい。うん。まあそんな感じで。はい。またちょっと、いいの出たら、いいのっていうか浮かしたら動画にしたいと思います。はい。それでは、サラダ。